どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーで立ち回りを良くするコツとなります。トライストリンガーの立ち回りは後衛ということもあり、何かと難しい部分ですよね。自陣でしっかり攻撃をしたり、スペシャルを使ったりと、うまく動ければ相手を抑え込んで試合を動かすことができます。ですが味方の動きにも影響を受ける部分が多い武器なので、立ち回り方によっては苦労する武器とも言えます。そこで今回はトライストリンガーを使う上で立ち回りを良くするコツをいくつか紹介したいと思います。立ち回りといってもいろんな要素を考える必要がありますからね。そのヒントになれば嬉しいなと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず立ち回りのコツで大事なのは、自分視点で考えるということです。この考えるですが、対象が大事になります。立ち回りのコツは誰がどのように動くか想定することが基本です。自分以外の視点が大事になってくるんですよね。そのため対処となる相手は敵と味方になります。自分以外が対象となるわけです。まず敵を対象とした時ですが、相手の動きが読めれば単純に自分が抑えるべきポイントが見えてきます。この辺りから顔出すかな、この辺りで待ち伏せするかなとかですね。これにより対策が練りやすくなるというのがあります。一方味方の場合ですが、スペシャルを使った時の意図や前に出た時の行動で何をするべきか瞬時に判断ができるようになります。味方の立ち位置によってはカバーが欲しい時もありますので、援護するだけで前線維持につながることも多々あります。このようにちょっとしたことですが、敵と味方を自分視点に置き換えて考えてみると、なんとなく行動が読み取れるようになります。ここの侵入口を抑えれば右側から出てくるよな、じゃあ右側も抑えようみたいな感じで立ち回ることが可能となります。もちろんこれ自体は慣れや経験によって積み重ねるものではあるので、数はこなした方がいいです。ただ数をこなすだけではなく、何を考えて数をこなすかが大事になりますので、仮説を立てて試すことをお勧めします。正直これが決まるとめちゃくちゃ気持ちいい立ち回りになるんですよね。続いての立ち回りのコツは、カバーの優先度は人数で決めるということです。弓の立ち位置的に味方のカバーは必須となります。このため立ち回りを常に有利に動かすためには味方の生存は重要になります。しかも助けた後も有利に進める必要があります。カバーをするにも優先順位があるということです。カバーする方を間違えると状況は変わりませんからね。そこで重要視するのが対面している人数になるわけです。人数を多く割いているところに援護をするっていうのが一般的です。それって攻撃方じゃないかと思われるかもですが、その次の行動をするときに人数を多く維持したまま攻め込むことが可能となります。例えば話をしていきたいと思いますが、1対1と2対1で対面をしている場所があった場合、有利に動ける可能性があるのは後者かなと思ってます。前者の場合は味方が相打ち、またはデスすると人数状態は均衡状態になってしまいます。全員がいなくなるのでその場に穴ができます。なんなら塗り返しといったこともできません。ですが後者の場合、最悪一人落ちたとしても生き残った一人と自分で次の2対1を作ることが可能となります。人数よりを維持できる可能性があるんですよね。もちろん2対1で2落ちする可能性は十分にありえますが、強い敵を落とせるというメリットもあります。勢いを止めて現状をキープするわけですね。このようにカバーの優先度を人数に変えるだけで展開がしやすくなるというのがあるわけです。人数が少ない方をカバーしがちですが、次の展開を意識して人数有利対面を増やしていきましょう。続いての立ち回りのコツは攻めと守りです。プラにおいてはマップが狭いため攻めと守りが激しいと思います。そのため攻めるならどこに行くべきか、守るならどこを抑えるべきか瞬時に判断しないといけません。ここで失敗すると
カウントを多く取られる原因になるので難しいんですよね。瞬間的に判断する能力が問われてしまいます。そこで判断材料として重要になるのが攻めと守りに合わせた人数のかけ方になります。攻めも守りも人数のかけ方によって有利性が大きく変わりますので、それぞれで説明したいと思います。まず攻めるときです。基本的にはこちらの人数をかけることが重要となります。ですが人数をかけるだけではダメです。敵の数が少ないところに多くの人数をかけていくのが成功法となります。これにより確実に1枚ずつ落としていくという方法ですね。一人でも人数有利になってしまえば試合を大きく動かせます。なんならルール関与する味方もいるので3対1を作りたいところです。これにより安定して攻めることが可能となります。後衛として前衛を援護したいのはこの状況を作るためですね。続いて守るときですが、こちらも人数をかけて守ることが大事になります。ただし敵が多いところにぶつけるという違いがあります。理由としては一人ずつ潰されて人数不利を常に作られる状況を防ぐためとなります。対面においてはなるべく同じ人数以上で戦う方が勝ちやすくなります。3対3で防衛の場合は一人でも生き残れば防衛は成功となるわけです。そのため守りの時は相手の攻めている人数以上に守りの人数を揃える必要があります。ただ前衛はデスしやすいので有利に動かすためには後衛は後ろからしっかり防衛をすることが立ち回りとして有利になります。デスしたらいけないのはこの人数差をしっかり維持するためなんですよね。攻めと守りは共に人数をかけることが非常に大事になります。ですがどこの人に対して何人かけるのかっていうのが同じぐらい大事になります。状況が見やすい後衛だからこそその人数有利を作るきっかけになるように立ち回ってみましょう。最後の立ち回りのコツは味方との立ち位置にあります。立ち回りをうまくするには味方の位置関係はとても重要です。まずトラストは一角キルを取ることは非常に難しく、一人では試合を進めるというのはよっぽどでないと無理です。そのため孤立した状態を作ってしまうと敵に囲まれたり相手の攻撃に潰されやすくなってしまいます。この状況を作らないようにするには味方との位置関係を改善するしか方法はありません。なので必ず自分の前に一人味方を置くように立ち回ることが重要となります。これにより先に話した人数による圧をかけれる状況をすぐ確認できますし、何より自分が安全に動けるようになります。トラストは前線に出る必要はありますが、自分より前に味方がいないといい立ち回りというのはできません。前線武器ではないですからね。味方のデスによっていきなり最前線になるということもありえますので、常に味方の位置は見ておきましょう。この立ち位置を意識するだけで味方の把握が容易になります。動きやすくはなると思います。これで立ち回りのコツは以上となります。基本的なものを中心に話はしましたが、人数のかけ方がとても重要となります。立ち回りといっても自分一人だけうまく動いても試合は動きませんからね。有利になる手助けをするというイメージがいいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。トライストリンガーで立ち回りを良くするコツはいかがでしたでしょうか。立ち回りの一番大事なことは自分が有利になるように工夫することです。弓の有利な状況は味方が前にいる状況です。この状況を作るには人数のバランスだったり立ち位置の徹底など必要になりますので、細かく見直していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。